よいしょ。はい、こんにちは。こんにちは。今日はですね、この私のお庭で採れたレモングラスを使ってしめ縄作りをしていきたいと思います。全くグッズとは関係ないし、ちょっと長いので気軽に見てください。まず縄、レモングラスを3個に分けます。はい、1つを、はい、こっち見やすくなくないですか。はい、右に回してきます。入れちゃって右、あれちょっと結構硬いですよ。ホテルさん動画です。頭が入ってる後頭部か、後頭部が入っちゃう。ちょっとね、ちょっとね、こうやってぐるぐると右にねじっていきます。で、そんなもんでいいじゃん。そんなもんでいいですか。そんなもんでいいです。そしてこれを、手がないので、手がちょっと足が行くか、足止めました。はい、これ映ってるのかな、ちゃんと画面に。日がかりやって、この日がかりやって、はい、ねじっ、だから軍手をおすすめしますね。軍手です。レモングラスは縄と違ってちょっとスパスパしてるので、あの手袋必ずやった方が抜けないいいと思います。こんなところ切れ、こんなところ、はい、ねじるねじるね、巻きの指令が出ています。巻きで右に巻きます。縄が切れちゃった。ちなみに初めてですね、こんなことやるのは。誰もやんない、生まれた、今時期じゃないわ。やります。で、2本ねじったら、このねじったのを取って右にねじったのを左にねじってきます。この際か、際か、腕がない何やってんだろう。どこ持てばいいんですか。手持っちゃうんですけど、ここで、はい、で必ず右に巻くのを忘れずに、右目で左に巻いてくる。手がいかない。どうしたらいい？ここ緩んで。緩んで。あ、右に巻く？いい。手がもう一本。だから三人でしたのに。こんな世界の2人でやろうって言うから、だって今日しか人がいない日はないわ。手握っちゃってる。離して2人して自分ごめんなさい。楽しいですよ。で、まあこんなに切れちゃう。まあここまで来たら、もう一回挟んどこうか。もう一回あんように挟みます。あれとうとう指が取れた。危なくね、これよっ。今度これこれはやめた方がいいですよ。はい、右にまたねじります。結構きつくね、皆さんねじった方が見栄えが綺麗です。しめ縄なんて本当に初めて、てかレモングラスを育てたことも初めて。
でこうやってピョンピョン出たのは後で切るらしい。切るらしいよ。後でいいよ。後でいいか。はい。できました。もうちょっとじゃない？もうちょい？もうちょっとじゃない？こっちの紙から見ると。そしたらまたこっちを取ります。もう息が上がってきた。そしたらまたこれをはじめさせる。右です、左はい、左に行きます。これどうしたらいいんですかね。これだから3人だって待ってください。無言のギリギリな感じ。無言でやんないと。一個抜かしてません？あ、違う。あ、ここか。はい。はい。今年もね、手袋持って終わりますね。今日クリスマスですよ。締めのは作ってますけど。クリスマスイブだ。今からや。今からやんないと。できました。できました。そしたらワイヤー？朝日のがいいですかね。どっちもいい。朝日の方がやりんじゃない？あの針金がちょっと太い。そう。今日用意した針金はこんなに太いんですけど。やりにくいです。ちょっと太すぎますね。なのでこれをパカとハサミ扱い。で、ここ、あれ、こうして一つだけ引っ張るんですね。一つだけ、一つだけ引っ張って縛ります。結構硬く、あれ、私縛れない。じゃ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 、でここちゃんと持っとかないと戻っちゃうので。そうです、怒られます。怒られますよ。怒られますよ。んなことやってって。クリスマスだよ。We wish you a merry Christmas。 クリスマス、なんか沢田の町ってクリスマスに似合わないですよ。純和風だからちょうどこういうのね。何何やってんだかね。また切れちゃった。針金使わなくても大丈夫だね。ね、針金でも、もしこれが完璧に乾燥してないやつだと、うん、ちょっと紐だと緩いかな、はい、そしてこれをですねこうやるそうです。なんかこう丸くするから。で、はい、これ、あ、残骸がこうかな、うん、こんな感じ。この残ってこっちの残ったやつで縛っちゃいます。当たります。こんな感じね。さっきより小ぶりですね。だって先っちょがないから、うん、苦しかった。力がない。力があるところでお縛りしますね。ダメだ。もう大丈夫で切れないって、ね、もう手がスパスパいかないのでね。手袋取ったのに。なんで
あなたの手袋に弱いわね。はい、はい、で切りましょう。パキンと余った紐を切って、これのこういうの切ればいい。取れば、この辺ですかね。うん、そうだね。こっちでもいい。そうだね。こういうの。あ、さっきより良くない？さっきより。実はこれ2個目なんです、今日。さっきより。そう、さっきのもあってね、見せますからね。さっきのより可愛い。ね、うん。あとは飾りでごまかすんです。じゃん！できました！そう。はい、正月レモングラスで作るしめ縄です。できたー。これで飾りを、はい、ここに飾りをつけます。はい、さっき作ったのはこれです。こんなに大きさが違う。こんな感じで、こんな感じで作ってます。はい、皆さんもよかったら作ってみてください。レモングラスは、とってもレモンの香りがねしますよね。青臭いようなね、レモンの匂いがして爽やかな気分になりますので、ぜひぜひ作ってみてください。では最後までご視聴ありがとうございました。またね。